輝くダンジョン、ダンジョンの名前の周りがキラキラと輝いている、それは大量ゲットのサインだ。いつもの倍くらいのポケット、いつもより多くの宝箱がゲットできる。行こう、それ絶対行こう。お前キラキラしてる。全域を見る、あ、結構広いねマップ。これが世界地図や言うたらね。でここクエストあるから、ケムストかな、地下2階であのピンチになってるケムストがいるから助けに行きましょう。光ってしな、ほんで小さな森、はい、やっていきましょう。もう早速ポケあるやん。光り方がいつもと違う。で、これレベル引き継がれてるね。レベル7やわ。あの、不思議のダンジョン系って毎回、早速投げるやん、テンさん、ありがとう。あの、毎回ね、レベル1スタートやと思うんやけど、基本は。このポケダンは、レベル引き継ぎなんや。じゃあ、戦えば戦うほど、いろんなダンジョンの攻略が楽になるよね。はい、あ、ぶん回すってその壁の角からでもいけんねや。へえ。はい、オレンの実、こういうのもね、いっぱいゲットして打ったらいいよね。あ、この自動移動便利やな。もっと使っていきたいけど、でもあんまりブラブラしてると右上のお腹ゲージが減っちゃうから、その辺も気をつけつついかんとね。ここやんな。あ、いるわ、いるわ、いるいる。ダンジョンメッセージ。画面の右下に表示されるメッセージはダンジョンでの出来事を教えてくれるぞ。今までのメッセージは X メニューのその他のメッセージ履歴で確認。あ、わかりました。あ、出た出た、ケムストがいるフロアに到着した。もう、そこ、すぐそこや。はい、どうした、大丈夫？やった、依頼で探していたケムストを発見した。依頼達成！余裕。ありがとう。あとでペリッパー連絡場まで来てくださいね。エマは救助隊バッジをかざした。ケムストに不思議な力が授けられた。あー、すごい。ルーラー。ケムストは先に帰っていた。あ、なるほどね。クエストが終わった時に帰れるんや。でも今回ちょっとダンジョン、あー、間違えたー。まあいいや。ダンジョン光ってたから探索してもよかったな。まあ、どんどん依頼やっていこう。助けてくれてありがとう。これは俺です。世界一、何世界一って、なんかリンゴ、それみ100ポケ受け取った道具を倉庫に送りました。今日はよく頑張ったね。ひとまず帰って休もうね。じゃあまた明日。うわ、いいわ、なんかポケモンの世界にいる俺。次の朝、昨日さ受けて、あの、行けてない3つクエストあるからさ、それ行きたいね今日は。空っぽい。おー、テンさん来た。エマおはよう、今日も頑張ろうね。おお、おや、なんだろう。おい、トンネル、トンネル、トンネル、わーい、穴掘りって楽しい。はい、え、あれ、ここはディグだよね。どうしたの。あー、すみません、僕ディグだって言うんですが、ペリッパー連絡所の前でトンネル遊びしてたらあまりにも楽しくて、調子に乗ってつい掘りまくっていたらいつの間にかこんなところに出ちゃいました。皆さんの大切な場所までたくさん話しちゃってすみません。これなんか地割れこいつじゃん。はは、いいよいいよ、穴くらい。さ、同じ地面タイプやもんな、テンさん、話が合ってる。許してくれるんですか。でもあまりあちこち穴を作っちゃうとみんなが迷惑するから、ほどほどにね。わかりました。ありがとうございます。では、これから楽しく遊びつつも。掘った穴は時々うめうめしておきますね。あの、テントさんの骨の根本で、モグラ叩きで遊ばないように気づけて。そういう目で見てはるから、テンさんは。ペリパー来た。仕事ちゃうか？つか！ああ、はいはい。エマ、とりあえず依頼をガンガンこなしていこう。依頼を受けたらそのダンジョンに行ってポケモンたちの悩みを解決。オッケー。じゃ、なんか来たよ今。え、あ、シャープニーが来てる。救助隊の務め、ポケモンニュースはどんどん読もう。読まないとポストはいっぱいになってしまい、新しいポケモンニュースや救助依頼の手紙が届かなくなる。ああ、それは読まないと。ニュースの中にはプレゼントがついているものもたまにあるので、こまめに読むようにしよう。はい、
訓練所に行こう。え、本気チケットがあれば幕の下訓練場で訓練ができるぞ。ここではダンジョンで戦うよりも技が大きく成長する。あ、技の成長とかあるんや。特に敵に効果抜群を繰り返し当て続ければかなりの成長が見込めるぞ。また幕の下訓練場では操作方法もタダで学べる。動き方を覚えたい時も幕の下訓練場に行こう。チュートリアル、あー、本気チケット2枚ついた、あれ倒す。ポストからからや。もう一回ちょっと依頼だけ見に行こうか。他にもあるかもしれんしね。ここの曲いいわ。マジケルト。増えてへんかな。あー、出てるわ。なんか、すごいねんけど、メッセージが。強いやつと戦ったのがいけなかった。もうダメだ。誰か、出す。決定。また。でも今日ちょっと小さな森用ないからさ、明日行こうか、てんさん。今日は、電磁波の洞窟かな？そこ行こう。これ、シナモン買ったりすんのかな？ところで。買う。赤い光線売ってる！でも覚えられへん。これめっちゃ強ない？え？威力すげえ。4マス先まで届くって。反動状態になると。次のターンは自分が動けないと。地震ツバメ返し。エナジーボール俺覚えられるんじゃん。離れたポケモンにダメージを与える。高っ。俺覚えられるけど、破壊光線の方が良くない？それは。あ、しかも時々相手の特防を下げると。熱湯氷の息吹シザークロス。うわー、欲しいけど、ここってかランダムで変わるんや。技マシーン。いや、まあまあまあ、とりあえずは、うん、とりあえずは。今んとこ全然困ってないからね。アイテム箱いっぱいになるんじゃない？っていうか、リンゴめっちゃあるやん。本気チケットとかがいらんやろ、今。預けよう。あ、預けるのも32分のとか、あんまり預けられへん感じじゃないですか。とりあえず、本気チケット。あ、R ボタンでまとめて選択。で、俺の実こんないらんやろ。2つあればいい。リンゴも2つあればいい。大きなリンゴいらんけど、なんか欲しがってるやついたな。一応持っていくか。これで OK かな。確かに預かったわ。おばちゃん大切に取っとくからね。あ、いいね。この、お腹に子供がいるんや。ガルーラやもんな。あ、ハスブレロの顔、ほんま好きやわ、これ。いい顔してる。では行きましょうか。今日光ってへんかな、あっちの方のダンジョン。昨日もったいなかった。光ってるーるる。これはクリアまで行きましょう。あ、出現するポケモンとかちゃんと書いてあるんだよ。行きましょう。あ、依頼主のポッポが一緒にいるよ。あ、一緒にってのは話しかけたらいいの？あ、連れていくやから。なるほどな、そこまで。手が速い、テントさん。あ、麻痺状態、技を繰り出せない状態、しかも移動速度も下がってしまう。少し経てば元に戻るぞ。ダメージを受けてもたまに元に戻ることがあるぞ。電気タイプのポケモンはこの状態にならない。あ、これあれか。今物理技でエレキートをテントさん叩いたから静電気を食らったんや。それで麻痺状態。あー、それちょっと電光石火まずいな。前に入ってあげて。ははは、ゴローンの石で決めたんやけど。これ足踏みとかないんかな。足踏みないか。その場で過ごすってのがね、だいたい不思議なダンジョン系あんねんけど。はい。あ、テンさん戻った。ごめんごめん、お待たせお待たせ。ポッポを無事送り届ける任務やな。ここに、あ、エレキッドいるわ。斜めから攻めようか。鶴の鞭、骨コンボ、ナイス。これさ、仲間とか増えんのかな。さすがに増えるよな。モンスターボールとか出てくる感じ。お金めっちゃ、ビリリ玉。はい、ナイスコントロールです。
意志強いなっていうか、結構ここぞって時のために持っといてもいいかも。はい、あ、ポチエナ、ポチエナの隣にポッポを連れて行こう。わかりました。やっぱエレキッドいる。これいじめられたりしへんかな、大丈夫かな、遅かったらやられるみたいな。ここやったっけ、あ、いた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 、ポチエナ、ポチエナを発見した。あ、隣に連れてくる。ポチエナにちょっとどいてもらうこといや、大丈夫大丈夫。もう少し待ってもらう。こう、あ、そっか、こう揃えたらいいってこと、これでいいの。あ、オッケー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 、やった、ポッポを連れてくることに成功した。ポチエナは嬉しそうだ。やったねー、依頼達成、よかった、合流できた。どうもありがとう。よし、バッジをかざして先帰ってください。まだ依頼が残っていますが、ダンジョン、いいえ、まだ稼がな、せっかく光ってたからね。おお、なになになに、チャカラバーコはダンジョンから持ち帰ると開けることができるぞ。何が開いているかはそれまでのお楽しみだ。宝箱は倉庫に預けられないよ。あ、開けないとダメなんや。下にアイテムある。お、何これ、種か。無事復活の種や、復活の種。持っていればダンジョンで倒れてもすぐに復活できるぞ。最高。ビビリカバーにポケ。よし、行こうか。そう、大体さ、なんか、アイテムとか敵の場所ってアイテム使わない普通分からへんと思うけど、それがほんまに快適やわ。いつでも見れるっていうね、どこに何があるか。あ、来た、プラスルー。これ何やったっけ、助けてってやつやったっけ。やばい、気合い溜めてる。やった、依頼で探していたプラスルー発見。あ、みんながいじめてくるから助けてってやつか。ありがとう、ペリッパー、連絡所まで来てくださいね。よし、あと1個くらいなかった、やんな、なんか大きなリンゴくれみたいな。鶴の鞭、あー、ナイス。ちょ、斜め移動が難しい。十字キー操作の方がいいかもな、これ。エアエルキッド、やってもだ、イエー、ういっす。あ、ここに階段と右に敵、まあまあいいか、行こうか。アイテムはなし。あ、いたわ、大きなリンゴを届けられる暇ナッツ持ってるしな。大きなリンゴをあげますか、今は渡さない、ちょっとこれなんなの、ちょっとどいてもらうっていうのがあんねんけど、毎回大きなリンゴやで。やった、暇ナッツは大きなリンゴを嬉しそうに受け取った。いや、それ、マジでよくなかった？暇ナッツ。わざわざここで渡さんでも。はい。お腹空いて動けへんかったんかな？アンパンマンみたい。まだ残る。で、右上と、あ、後ろからなんか来てんな。お、でっか！これか。大きなリンゴゲット！敵来てる。誰や？ポチエナか。素晴らしい、ルブラップ、ナイス、天才やな。あ、上がってますね、しっかり。特攻が2も上がってた。やった、レベルが上がったよ。上にアイテムあるからそれ取ってカエルでいいんじゃない。あ、階段もあったわ。このダンジョンでの依頼はもう残っていません。ダンジョンから脱出しますか。あ、これ EA したらどうなの、先に進みますか。はい、あ、なるほど、階段でもカエルか選べるってことか。でも今回せっかくさ、ダンジョンが光ってたからさ、何かお宝があるかもしれん。オケと、チーゴの実。チーゴの実って何？あ、やけど状態か。このきれ、あー、うん、大丈夫やな。何もいいんしな。はい。クリアー。エマは電磁波の洞窟の依頼を見事に成功させた。あれだす。あ、虹色組、何それ。
青い宝箱に入ってたやつ。なんか貴重そう。受け取った道具を倉庫に送りました。今日は3つもこなしたで。お茶屋のところまで連れて行ってくれてありがとう。ほう、これは俺です。ほう、金のリボン来た。銀行玉。受け取った道具を倉庫に送りました。ありがとう。助けてくれてありがとう。これは俺です。はい、命の種。なんか大事そうやもん全部。大きなリンゴ届けてくれてありがとう。ピピガツン。今日はよく頑張ったね。ひとまず帰って休もうね。あー、いや、今日はしっかり働きましたよ。ありがとうございました。またや夢。また夢を見てるのかな。またあの人だ。人？ん？なんか語りかけてきてるような。うまく聞き取れない。なんて言ってるんだろう。おや？揺れてる。地震かな。おー、すごいすごいすごい。おー、かなり激しくなってきた。夢にしちゃ随分リアルな感じだけど、それ夢じゃないんじゃない？実際揺れてるんじゃない？それ。次の朝。あ、大丈夫や。もし。はい。もしもし？エマさん？ですよね。誰か来た。もしかして姿が見えない。あ、これまた失礼しました。おい、びっくりした。はじめまして、私たちダグトリオと申します。実は昨日の夜地震があった後。あ、やっぱり地震あったんや。てかちょっと、あ、家に穴開けてもらうやめてもらっていいですか。後ろから見たらただのウインナーねんけど。私たちの子供のディグダが襲われました。あ、昨日あったやつか。ポークピッツだって。高い山の頂上に連れ去られたんです。そんなとこ私たちはとても登っていけないし、ですのでここは一つエマさんにお願いしたいというわけなんです。リグダをさらったのはエアムドってポケモンです。うわー、いかつい、あの鋼タイプの飛んでるやつや。とても凶悪なやつなんで気をつけてください。何卒よろしくお願いします。そうやな、地面タイプ当たらへんもんな、飛行タイプには。あ、ちゃんと閉じていてくれた。ああ。アルトバイエルンとポークピッツの親子か。突然だったんで断る暇がなかった。でもディグダがさらわれたというのは気になるな。行ってくるか。あれ、タヤさんいるかな。相談してみよう。来た来た。は、走ってくんやな、テンさんな。おはよう、エマ。え、今さっき救助を頼まれたの？マジで？そうです。おい、クソ、私たちの子供ディグダがさらわれたんです。場所は鋼山の山頂です。何どうぞよろしくお願いいたします。では。な、アルトバイエルみたいやろ、テンさん。三本刺さってんねん。ああ、なるほど。ディグダってここでトンネル遊びをしていたポケモンだよね。それがさらわれたというのは確かに気になるし、行こうか。よかった、了解してくれた、アテンさんも。なんかちょっと乗り気じゃないけど、よく分からないけど、ダグトリオの子供のディグダがさらわれたってことだよね。そう、アルトバイエルの子供のポクピツが。鋼山。技マシン見ていいっすか。気になるわ、ここ。うわ、1000ポケも溜まったん、昨日で。ギガインパクトあるやん。あー。チータラシドラゴンテール。まあまあ、まだいいかな。んで、なんか、アイテム拾ったな。あれ？倉庫に行ったんか？なんか虹色グミとか、箱から出てこなかった？さっき。あーい。ちょ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 。あー、違う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 。引き出す。金のリボン。お店で高く売れる。あ、これはもう、じゃあ実物資産として置いとこうか。困った時に売ったらいいんやな。
虹色組、食べると最大 HP、 攻撃、防御、特攻、特防、素早さ、どれか一つが上がる。ああなるほどね、この効果はずっと続く、永久にステータスが上がるやつや。さらにたまにスゴ技を覚えることもあるぞ。グミは救助隊キャンプで食べよう。あ、じゃあもうなんぼでもあっていいやつやなこれは。あ、使うとダンジョンの中でペルシャン銀行を利用できる。あ、いいね。やられそうになったら持っとくといいよな。もうお金なくなんやったら、なくならへんのやったらやられてもいいもんねっていう時に使ったらいいよね。技連結、お金預けとこうか。結構貯まったんじゃない？あ、もうあれや、破壊光線とエナジーボール買えるや。あ、そんななんか利息みたいなのもらえんねや。ありがとう。依頼ちょっと見てくるわ。なんか来てるかな。あー来てるやん。電磁波の洞窟、洞窟、洞窟。あーなるほどね。とりあえず受けるだけ受けて、受けれる数っていうのが多分決まってんやろな、これな。8分の4やから、8つまで同時にこなせるってことか。これ上なんの？あ、なになに？ナマズンいる。はじめましてやんな。ところどころで地割れが起きてみんな困っているようじゃの。幼い子供とか落っこちるんじゃないかと思うともう心配だの。あ、村長さんかな。めちゃめちゃいいとこに住んだはんね。まあまあいいや。ほんでどうしようかな。まあ せっかくやったらポークピッツ助けに行こうか。ここの穴の公園な、行ってみよう。はい、鋼山。しかも光ってんちゃうこれ。あー、いやこっちかー。これ行きたいなー。これ明日は光ってへんのやろうなー。まあ鋼山行くか、また光るやろ。ここか、鋼山は。ここの頂上にディグダがいるんだね。そうです。あ、これはもうダグトリオ親御さんかな。頂上は9階です。よろしくお願いします。では9階まであるんや。結構長いな。 え、行こうか。あ、鋼山1階。これ今度は上がっていく感じやな。今まで地下やったけど。ポケモンは何がいいんやろう。この辺からさ、あんまりうかうか余裕ぶっこいてやってられへんくなってくんちゃうかな。ポケ拾って、まあ基本的にはその、アイテム大体拾い切ったら次の回目指すって感じでしょうかな。あ、これあれ、なんけ、ヤジロンや、そう、ヤジロン。ヤジロベイのヤジロン。これは、ナイス。あー、ミス。セイ、チャネバクレン。あ、強い。技の成長、技は使えば使うほど成長するぞ。あーなるほどね、メーターが上がっていくんや。と変化していくんだ。ゲージが満タンになったら威力や命中や PP がアップする。成長度はチームで共有されるので、チームみんなで同じ技を使うと技の成長が、あーなるほど、パーティー4人やったら4人でみんなで成長させることができるな。共通ってことや。ナイス、よけ。チャネバクルン。ヤジロン型。あ、バルキーや。これ、鶴の鞭いけるやろ。素晴らしい。この辺からなんかタイプ相性とかも大事になってくるんじゃないかな。はい。次行こうか。この階段にも自動操作楽やわ。ライブ配信において特に。はい。ここ敵いるな。寝てる？あ、バルキ。おい、種爆弾強いね。おい、レベルアップ、ありがとうございます。素晴らしい。で、上と上の右左にアイテム、アイテムを探す道すがら階段見つかればいいよねスタイルで。あ、
天さん石ころさっき取ったな、大好きやな。ヤジロ鶴の鞭先制攻撃しといて、いいや、硬くなる防御力上がるやつやな。え、倍ぐらい上がってない防御力。18食らってたのが9になったんか。来いよ。んー、オレンの実。今のとこまだ回復アイテムさえ使ったことないもんね。あ、ゴロの石な、ありがとう、レンさん。下か、いや、下真ん中か。誰か寝てないそれ。うわー、バルキー嫌なとこ寝てるけど、テントさんの分回すは角貫通やから、これいける？あ、いけるわ。ナイスー、素晴らしい。上行こう。はい。あー、技設定。使う技と使わない技を決める。そうやな。まあ、そんな困ってないけどな。頭突き骨コンボ分回す瓦割り。うん、いいと思う。あの、その技使わんといてっていうのができんやな。おい、いや、バルキー結構強いぞ。あ、アサナ、これ何？関連スイッチ踏むと、このフロアにいる間は自分と仲間が使った技の成長が早くなる。いいですね、バフや。どんどん技使って敵倒せば倒すほど技が強化されると。サイヤターリージグザグマや、素晴らしい。ゴロンの石11ポッケ、次行こうか。どんどん行きますよ。石つぶてや、おい、サネ爆弾、うお、急所51強。ポッケいただいて、で上から見ていこうかな。オレンがあって、オッケー、あ、階段もある。行きまーす。レベルは多分十分やろうね。ほうほうほう。オレン、いいぞ。石つぶてや、立ち合って。種爆弾だ、いいぞ。バルキー、うわ、10結構食らう。あ、なに、ちょっと待って、素早く2回出したみたいな出たな今。メッセージ履歴、テントは素早く連続で技を繰り出した。あ、そんなんがあるんや、めっちゃ強いやん。なんやっけ、あの2回攻撃できるハヤブサの剣やったっけ、そんな感じか。いたす。硬い硬い硬い。こっち左でアイテムやな。なんか俺下がってんな。直して。ん？後ろなんか来てる。瓦割りだよ。テンさんの。瓦割りだよ。あ、それ命中下がんじゃん。瓦割りだよ。オッケー。わー、いろんなとこから来てる。これはこうかな。素晴らしい範囲攻撃ですね。ヨガのポーズ。攻撃上がってけど、はい。痛い。結構強いな。いいぞ。テンさん、やっておしまい。強い。ナイス。バッチリバッチリ。これ歩いてたら回復やな。オッケーオッケーオッケー。一歩で1回復か。いいね。羽があって、そう、階段の場所だけ分からへん感じやね。あー、お腹減りすぎてる。ほんまや。リンゴ食べようか。食べる。あ、え？これ俺だけで、あ、操作キャラは腹が減っていくってことか。なるほど。俺しか操作してへんもんな。石つぶて来てる前から、はい、左下の方か。あ、テンさんレベルアップおめでとう。いや、俺や、俺がさっきレベル上がっちゃった。 PP0 ってなってるけど、テンさんなんか使い切ったね。
左下行ってみよう。あった、上がります。ブンマースがもしかしてなくなった感じ。こうして PP がなくなった技があるぞ。PP リカバーで回復しよう。あ、やっぱそれブンマースがだから、テントさんに PP リカバー使ってもらおう。これ結構すぐ手に入るもんな。テンさんのブンマース、よし、これで元気出してくれ。下、ごめん、押しちゃってる。骨コンボだよ。これさ、早く、あ、レベルアップおめでとう、テンさん。ゼニガメとかさ、仲間にしてさ、ジローと3人で AA 社でさ、せっかくやったら、冒険したい感あんねんけど、いつゲットできんやろ。やっぱゼニガメよな、ジローは。カメやから。上がっちゃおう、上がっちゃおう。どんどん上がっていこう。広いな、今までで一番広い。上行って、あ、メダクロスのダンバル、そうそうそう、ダンバル。こんなん仲間になって進化とかあるんかなっていうか、そもそもやねんけど。今んとこ進化ポケモン出てないよな。はい、やばい、ザープチ復活あるから結構無理できるね。なんかどうした、テスさん大丈夫？あ、やばい、なんかカイロスいい品、今カイロスいい方。 HP 気をつけて。いやー、締め付け、その場から移動することができない。あ、それは大丈夫やけど、テントさんの体力がやばいな。ちゃうわ、そうやな、そうやな、半分ぐらい減ってる。回復しよう。俺のみいっぱいあるから回復。急にめっちゃ強いやつ出てきたね。これヤジロンは別にやれる。あ、やれたな、オッケー。めっちゃ効くやん。ちょ待って、回復しよう。いや、もう一発耐えるか。もう一発耐えるな、多分。よし、ナイスー、よく頑張った、テンさん。やばい、締め付けられてる。また締め付けられてる。オッケーオッケーオッケー。いや、結構、なんか、余裕超えてたら、スッてやられ、やられそうやね、これ。そもそも最大 HP が、4050で、被ダメージ1020やから。あー、またごめん、すぐお腹すくねん、俺。泥遊び。回避上がる的な。あれ？やばい、俺、鶴のムチ切れてんな。ピピリカバー飲むわ。飲むヨーグルト流し込んで。間違えたー！宿り切りの種やってまたー。まあいいや、いっぱいあるし。違う、何してんの、もう種爆弾じゃない。ビビリカバーを鶴の鞭でしょ。あれ、すげえ目で見られてるわ、後ろの店さんに。お前何杯飲んでんねんみたいな、自分だけ。おう、バルキー、ヘドロ攻撃強いな。たまには、あ、そっか、宿り木の種で回復っていう手もあんねやな。ここか、階段、オッケー。いやー、結構敵強くなってきた。またお腹すいたし、ほんで。でももう8階や。小さなリンゴでいいな。あれ、50回復かな、リンゴ。ここ。はい、チャネ爆弾、ナイス。上から見ていこうか、アイテム見て。あれはヒメリかな、クラボかな、クラボか。
上は？あ、いいぞ。技アップがある。鶴の鞭強くしたい。いっぱい使えばいいんやもんな。鍛えたい技は。下から来てるな。ジグザグマン。ナイス。瓦割りだよ。お、レベルアップ。わしやないかーい。なんかテント、あ、やっぱこれ操作キャラの方が多いんかな。取得経験値は。右下にアイテムある。それ気になる。朝なん。よし。よし。鶴の鞭。急所に当たった。これ技レベル。あ、もう上がりきってるってことかな、あのマークは。どうなの。おい、なんかあるわ。あ、テントさんの大好きな。ゴロンの石。んで、あとは、階段向かおう。バッチリ。上がってる？あ、上がってるわ。まだまだ強くなるわ。落ち来いよ。ナイスー。サーネバグラン。あ、か、あ、オッケーオッケーオッケー。んで、あー、ここドラ？いいなー。まあ、鋼やもんな、ここ。ここは鶴の鞭連発。鍛えたいから。痛い！ 18！ 強ない。で、下ヘドロ攻撃×になってんのは、鋼に毒が通じないからやんな、これな。その辺はポケモン本家と一緒なんや。タイプ相性。ナイス。強いわ。これ回復してから行った方がいいよな。お腹が。どうやろ、次で終わったりする？ボス戦とかもしかして。来た、頂上。あ、エマ、あそこにディグダか。